アルビの司教都市は、ユネスコの世界遺産登録物件の一つで、フランスのタルヌ県の都市アルビに残る、中世の建造物群を対象としている。アルビ所は十字軍を経て、13世紀以降のアルビは、ローマカトリック教会が県政を振るう都市となった。その司教都市は、アルビを流れるタルヌ川下川に位置し、アルビの歴史的中心地にあたる。アルビには、 歴史的な記念建造物が多くある。市の中心部は、際立って、保存状態が良く、アルビの黄金時代を伝える数多くの建造物が、残っている。旧市街には、中世の面向きを残す街路やルネサンス期の建造物群が多く残り、タルム川とその橋などとともに、独特の都市景観を呈している。このことから、1996年には、 タルム県のアルビに残る、レンガ作りの都市建造物群、大聖堂、ベルビ宮殿及びタルム川に架かる橋の名で、世界遺産暫定リストに掲載され、2010年に正式登録された。世界遺産は、主に2つの要素から成り立っている。ベルビ宮殿、サントセシル大聖堂、サンサルビ三次海聖堂などの歴史的建造物、 マドレーヌ地区を含むタルヌ川岩の歴史的な都市景観。ベルビ宮殿サントセシル大聖堂のシュローサンサルビー産次海聖堂の回廊ベルビ宮殿とその庭園は大聖堂と共にアルビジョは十字軍後に打ち立てられた司教都市を構成している。こうした建造仏群は十字軍後にアルビの主人となった司教たちを カタリハやブルジョアたちの敵意から守った。同時にそれは外敵の信仰を食い止めるとともに異端神門を強化させた。ベルビの名はオック語で司教を意味するビスベに由来する。13世紀に司教ベルナールド・カスタネがそれらの建造物群の建設において決定的な役割を果たした。彼は高さ50メートルのドンジョン、4つの塔。 そして城壁を建造させ、宮殿は幕壁とタルム側にまで伸びる外壁とで取り囲ませた。それは、もともとは城塞だったわけだが、数世紀を経て邸宅へと変貌した。ベルビ宮殿は1905年に県が所有する財産となり、アルビ市長アンドリューはそこに、アルビ博物館を設置した。アンリとト・ゥールズ・ロートレックが1901年に没し。 1922年に彼の母親によって死に作品群が寄贈されると博物館はロートレック記念美術館となった。サントセシル大聖堂は13世紀から16世紀にかけてアルビシ教たちによって建造されたものである。それはレンガ作りであることとフランスで作成されたイタリア風絵画の膨大な集積からなる内装などによって 中世のゴシック様式の傑作の一つになっている。特に新郎を飾る、最後の審判を描いた天井画は高く評価されている。大聖堂の奥行きは114メートル、幅35メートル、高さ40メートルで、レンガ作りの聖堂としては、世界最大とも言われる。高さ78メートルの首郎の塔の入り口は、 設置場所の都合で正門の方ではなく新郎の側についている。15世紀にはドミニク・ド・フロランス・モンと共に改築が加えられ、16世紀には入口のポーチや大展開が付け加えられた。19世紀には建築家、セザール・ダリによる増築が行われ、7メートルの控え壁や巡回路などが付け加えられた。大聖堂の周りには、 同じ名前のサントセシル広場がある。この広場には2005年に多くの歩行者用のスペースが再整備された。サンサルビーサン改海道堂は6世紀の初代アルビッシ教である聖サルビーを記念して建造された古い聖堂である。建造物は石像とレンガ作りが入り混じっており、11世紀から18世紀まで長期間にわたり、 改修が加えられ続けてきた。この聖堂にある回廊は、ロマネスク様式とゴシック様式が入り混じっており、その周囲にはかつて三次会員の住居に使われていた、古く美しい住宅が残っている。首廊の土台は11世紀のロマネスク様式だが、2階は、ゴシック様式である。ポンビューとポンルフタルヌ川に架か,かるポンビューは、1035年に建造されたもので、 何度も改築されてきた。この橋によって、タルヌカワウガンが、マドレーヌ地区と共に発展してきた。14世紀には要塞化され、羽橋の気候を備えるようになった。それとは別に1868年に、ポンルフが建造された。15世紀から16世紀にかけて、アルビは、大勢の取引で大いに繁栄した。当時のフランスでは、 色落ちしない青色染料に使えることから体制がもてはやされていたのである。そうして潤ったアルビの富豪たちは、唐やイタリア式のロッジアを備えた邸宅を建造していった。その中でも特に美しいのがリビエール帝、ゴルス帝、レネス帝などである。レネス帝は、レネスという名の体制商人によって1520年に、 建築されたルネサンス様式の邸宅で、現在は商工会議所が入っている。その中庭はレンガと石で構成されており、フランソは一世やその妻、エレオノール・ド・トリッシュの彫像やロッジアに取り囲まれている。アルビの街路都市中心部のいくつかの街路には、ルネサンス様式の木骨作りの住宅が残る。その中でも、 ユシュベランギエ通りとクロワブランシュ通りの角にあるビエイユアルビの家は典型的なアルビの住宅と言える。この住宅は来客用に独特の展示をしていることから多くの人が訪れている。苦業会員の薬局ことアンジャルベール宅も16世紀に建てられたルネサンス様式の住宅である。そこには弾痕を擬人化した木彫りの像が置かれている。 1996年9月20日に、タルム県のアルビに残る、レンガ作りの都市建造物群、大聖堂、ベルビ宮殿及びタルム川に架かる橋の名で、世界遺産暫定リストに掲載され、2010年の第34回世界遺産委員会での初審議を経て、正式に世界遺産に登録された。文化遺産としてのカテゴリーは、建造物群である。 登録にあたっては、中世に死去が支配した都市の特色や、レンガを用いた南フランスのゴシック建築の特色をよく残していることなどが評価された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。